本日はフロントローディングとシミュレーションというものについて、皆さんにご説明をしていこうと思います。まず、ちょっと物騒なんですが、リコールという言葉ですね。皆さんも車やバイクをお持ちだったらご経験したことあると思うんですが、メーカーから封書なり電話が来てですね、ここがまずかったから、変えてほしいということで、そのコストは想像するだけでも大変なものかと思います。またその故障箇所が非常にその機械の内部に及ぶ場合はですね、組み立てとかバラシとかをやんなければいけないので、これは非常に大変です。ただし、このリコールというものも実は設計変更の一部なんですね。市場に商品が出回ってしまってから、その不具合が分かってしまった。不具合が分かってしまったら、その設計変更を行わなければいけないということで、リコールは遅すぎる設計変更ということになるわけです。で、これをちょっと、簡単にご説明していこうと思いますが、これが一般的によく言われているフロントローディングのグラフになります。右側に時間軸ですね。設計のプロセスですので、企画から始まって基本設計、詳細設計、試作評価、製造管理というように、時間的に左から右に流れる形になります。縦軸がコスト、これ時間とかお金とかそういったコストの軸になります。で、一般的には設計変更のしやすさというのは、設計が進むにつれてどん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 設計変更はしにくくなっていきます。一方で、設計変更にかかるコストというのは、どん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 増えていきます。先ほどの例からも分かるようにですね、リコールはもうここからこっちの状況になってしまっている。設計変更は非常にしにくいし、設計に変更にかかるコストも実は膨大になってしまう。これがリコールですね。で、この赤い線、これ一体何かと申しますと、この赤い線は設計作業量というふうに言われているものです。ここにご覧になっていただくと分かりますが、すべての業種、すべての製品についてこうではありませんが、詳細設計になってきますと、非常にコストが高くなる。要は、たくさんの人がたくさんの作業をしなければいけないということになります。で、そこで設計変更が分かってしまうと、どういうふうになってしまうかというと、そこそこ設計変更はしにくいし、そこそこコストもかかってしまうっていうことにこれなってしまうわけですね。で、これをどうにかできないかということで、じゃあどうしたかと言いますと、このカーブを前倒しにすればいいじゃないかということになりました。ですから、フロントローディングなんです。ただ、このカーブを見ますとですね、設計する人にほとんどの作業を、覆いかぶせるというふうに、なってきます。これはとりも直さず設計作業者の負担ということになってきます。で、フロントローディングは設計者の負担を増やしてしまうのかということなんですね。で、設計者の負担を増やすということはどういうことかというと、例えば丸腰でどっかに戦いに行きなさいということはこれは無理ですので、何らかの武器を与えてあげなければいけないということになります。じゃあ、その何らかの武器って一体何なのかと言いますと、実はシミュレーションなんですね。で、いろんなメーカーが、いろんな製造業の方々が、このシミュレーションに非常に興味を持ち、シミュレーションにたくさんの投資をしているのは、この設計者たちの負荷を少しでも低減させるための道具を提供しようというふうなことになってくるわけです。で、シミュレーションってじゃあ一体何ってことなんですが、シミュレーションという言葉自身はいろんなところで聞いている言葉かと思いますが、今回だけは、3次元 CAD、これもですね、シミュレーションの一つだというふうにお考えいただければいいと思います。これは何をしているかと言いますと、形状を仮想試作する。ここにありますように、形状を3次元 CAD でコンピューターの中で模擬的に作るわけですね。ですから、3次元 CAD もシミュレーションの一部です。また、そのようにして出来上がったモデルを動かしたりすると、部品曲がったりいろいろするわけなんですが、その性能の仮想評価をするのもが CAE だということになります。これはコンピューターエイディッドデザイン、これはコンピューターエイディッドエンジニアリングという略でですね、CAD、CAE という形で広く世の製造業の方々に使われている技術になります。
で、まあ、理想的ではあるんですが、形状を仮想試作、そして部品の性能をちゃんと見ようということで、それらが、皆さんが作った3次元CADで作ったものを3次元CADのコンピューターの空間の中で組み合わせて、で、最終的に作られる製品がその価値やその性能をちゃんと発揮するかどうかということをこのように、まあ、シミュレーションするということになります。形状の仮想試作から性能の仮想評価に、持っていかなければ3次元CADで形状を作っても意味がないということになってくるわけです。シミュレーションこればかりではございません。例えばここにあるからくり方向転換器のように、これは荷物が自分の重さを使って経路の変更を行うっていう、まあ、簡単な無動力のロボットなんですが、このような重力を使ったものを組み上げるときに実際にちゃんとそれが動くのかどうかを最初にシミュレーションしてから実際のものを作る、このように動作の確認をするためにもシミュレーションというのは使われています。ここにあるのは簡易ボルト供給器でして、ボルトの頭を同じ方向に揃えて、まあ、例えば作業者が作業しやすいように排出していくもの、これも実際に、まあ、このような形で、仮想的にシミュレーションすることができます。また、まあ、普通パーツフィダー、パーツを分ける機械なんかですと、こう振動をさせて、まあ、分けていくんですけれども、ガラス瓶みたいな、例えば薬瓶みたいなものですと薄いですので、振動させると当たって割れてしまう可能性がある。そのために無振動型のパーツフィダーというのがあるんですが、それが本当にちゃんと物を仕分けることができるかどうか、こういった動作を実際に物を作る前にシミュレーションで評価する、そういったこともできるようになっています。またクレーンなんかがありました。それが物を掴んでですね、あるところにこう下ろすわけなんですが、その時にですね、まあ、それがちゃんと動いてくれるかどうか、まあ、もちろんバランスその他を見ることはもちろんなんですが、その時に、まあ、例えば非常に激しい動作をした時に、乗組員、コックピットにいる乗組員にどういう振動の影響を与えるか、これ今、乗組員に振動が加わって揺れているのが、微妙ですが分かっていただけると思うんですが、こういったことができるかどうか、そういったような乗組員への配慮のために使うシミュレーションもございますし、また、このように、これロボットなんですが、アームは一切、もちろんですが、このアームは一切製品に触れてはおりません。しかし、このようにコードが触れるというのをお分かりいただけると思います。このようなハーネスが、ボディに触れることによって、その部分が、ハーネスがですね、擦れて摩耗してしまったり、もしくは、ボディそのものに傷をつけないかどうか、そういったことも分かるわけです。また、ケーブルの挙動もですね、シミュレーションすることができまして、このように非常に、まあ、ロボットの動作の速さっていうのは、そのまま生産量に響いてきますので、このように非常に速くロボットを動かしますと、このように慣性の法則で重いハーネスなんかが取り残されて揺れるということがございます。その場合に、実際にどのような形で、その負荷がかかるのかといったこともシミュレーションで、見ていくことができるようになっております。まあ、これ実際にロボットの負荷を、定量的に捉えたものなんですけれども、まあ、これがシミュレーションということになりますね。というわけで今私が、お話をしたシミュレーションというのは、まあ、フライトシミュレーターみたいな言葉もある中でですね、製造業の中で、言われるシミュレーションは大体次の3つだというふうにお考えいただければと思います。形状を仮想試作するためのシミュレーション、これが 3D CAD ですね。で、形状を、仮想試作するから仮想的に重量や重心位置や干渉が分かるわけです。実機がないのにもかかわらず分かるわけです。また性能の仮想評価、まあ、ここが CAE の出番なんですが、この性能の仮想評価を行うとですね、実際に物がないのに、まるで実験をしたように、変形が分かったり、応力が分かったり、振動数が分かったりするわけです。そして、動作の仮想検証、今いくつかアニメーションを見ていただきましたけども、動作の仮想検証ができるようになると、実機がないのに、速度や反力や、例えば、ピンジョイントに、どんな反力が発生しているんだろうとか、そういったことが分かるわけですね。
また疲労ですね、動作するということは疲労するということです。世の中のだいたい8割のものの破壊形態が疲労というふうな統計データも出ております。そういったことを検討できるようになるわけです。で、それぞれ独立しているように、例えば 3D CAD、 これが CAE で、これが、メカニズム機構解析ですね。独立しているように見えますが、このように仮想の世界で、結びますとですね、形状が、要は CAD データで形状が仮想試作できていて、性能がちゃんと評価できれば、仮想世界の中で単品の性能が保証できるということになります。また、3D CAD で形状が仮想試作してできておって、で、動作の仮想検証ができていれば、これ、組み立ての性能が、組み立てた後の性能も保証できるということになります。そして、性能の仮想評価、CAE とメカニズム設計がちゃんとできていれば、動作の性能も仮想の世界の中で保証できるということになります。これが、私の考えているシミュレーションというものの世界になります。製造業に特化をしていますが、世界になります。ですから、3D CAD、構造解析や流体解析を行う CAE、またメカニズム解析、こういったものにたくさんの企業がたくさん投資をして、この3頂点を極めようとしているということになるわけです。当然、弊社としましても、この3つに関わるいろいろなサービスを提供しております。フロントローディングとシミュレーション、これを理解しておくことは、まず、なんで CAE が必要なのか、なんで 3D CAD が必要なのか、そういったことをきちっと理解しておくことに、ことが必要ですので、このような項目を共有させていただきました。どうもありがとうございました。